あ、普通に。リーダー、頑張るんだ。ボランティアで、なんかいろいろちょっと聞きたいこともあるんですけど、今はお時間大丈夫ですか？ちょっとね。後日来てくださいって言われて、今日お願いしようと思ってますけど、はい、ありがとうございます。手話とか外国人の方の対応とか、今回経験してみていかがでした？親切に対応とかしてもらって、ここなんか閉まったお店やよとか言ってくれたりして、結構助かりました。なんかこんなお店あったんやっていう発見がありました。どんなお店ですか？赤壁さんとかの薬局が2つあったりとか、結構周辺にも似たようなお店があるんやっていうのがあります。どんな役割をされてるんですか？前準備とか、あと後の、お店回ってもらった後のデータ回収をしてます。どんなことが大変ですか？前準備の時にお店回ったりした時に、ここのお店結局何時からやってて、 何曜日が休みなのかよくわからないお店も多かったので、その点が辛かったなと思います。昨日今日と調査やって進み具合はいかがですか？進み具合はですね、もともとが250ぐらいのお店を、リスト化したんですけれども、これ昨日の時点での残りなので124ということで、約半数が終わっているということなんですけど、ちょっと今集計彼女にしてもらってるんですけれども、集計するとまだまだ終わってないところもあるので、実際のところはもうちょっと残ってるかなと思います。今のペースでいくと、3日間でだいたい一通りのところは、終わるのかなと。あと手強いところというかね、なかなか空いてないとか忙しいお店が残っていくので、それはまた9月の調査で、終えれたらなと思っております。ジョナー定期周辺のお店屋さんの反応っていかがですか？はい、実際回ってみて、なかなか小さいお店が多くて、トイレがなかったり駐車場がなかったりっていうところが多いので、なかなかこのバリアフリー調査っていうと、もう矢内みたいなお店はいいよっていう、そういう、拒絶反応が、ね、あったりっていうところは正直ありましたけれども、それでもやっぱり理解のあるお店っていうのは一定数おりますので、そういった方たちに勇気づけられながら調査を進めてるっていう形で、本当学生さんたちが頑張ってくれる姿に、ちょっと涙をこらえながらこうやって話を聞くという状態が続いております。ボランティアさんの働きいかがですか？いや本当ね、びっくりするというか、いつもなんですけれども、頭が下がる思いで、昨日も6チームに分かれて感想を言ったんですけれども、交流したんですけれども、本当にたくさん辛い思いもしてるみたいですけれども、この趣旨を理解していただいて、短い期間に理解していただいて、しっかり行動にまで移してるっていうのは、将来が楽しみですね。